どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにてマシンガーズフォートレスっていうモンスターが追加されましてね、フォートレス結構まあそこそこ強い効果持ってるんですが、このフォートレスと組み合わせてなんかどでけえ機械族めっちゃ出るデッキ作ってまいりました。まあ、ディスコードのね、この原案はあのお魚屋さんっていう、プロ構築家がいるんですけども、まあ、お魚屋さんのデッキをちょっといろいろと口出しさせてもらって、こういうデッキに落ち着いたっていう感じなんですけども、これ生放送を見ていただいた方だったら分かると思うんですが、結構面白い動きできるんですよ。最初めっちゃ強いと思ってたんだけど、なんか結局結集が強いみたいな話はあるんだが、これめちゃくちゃ強いのはそのマシンナーズフォートレスっていうモンスターが、手札から、レベルの攻撃が8以上になるように機械族モンスターを捨てると特殊召喚できますよっていう効果で、自分となんか1以上のモンスター捨てればもちろん特殊召喚できるんだけども、フォートレスで例えばじゃあまあリアクターを、まあ、捨てて出すとか、まあ、デスペラードを捨てて出すっていうパターン、まあ、結構できるんですよね。ヘビースターターに今回してるんで、スキルを。そうすると、結構フォートレスとなんか、デスペラードとか、フォートレスとリアクターとか、まあ、こういう風なハンドにはなるんですけど、これで、回した場合に、墓地にでかい機械族が行くんですよ。で、まあ、それだけだったら弱いんですけど、結局、蘇生できたらめっちゃ強いじゃないですか。その、フォートレス、デスペラードとかフォートレスとリアクターとか、まあ、もしくはフォートレスデスペラードリアクターみたいな盤面もできるんですけど、結構そういうことだとめっちゃ強いでしょ。これをねしやすくするために一族の撤収とか、深すぎた墓穴とかこういう、まあ、蘇生カードですね、手札から墓地から展開できるカード、これをたくさん入れていて、これで、コストにしたフォートレスのコストにしたモンスターを蘇生して戦っていくという武器になります。で、一応、フォートレスの効果を、まあ、説明しておくと、こいつ結構強くてですね、モンスターゾーンにこいつが存在していて、このカードが、相手のモンスターの効果、対象になった場合、モンスターの効果、相手のモンスターの効果がね、相手のモンスターの効果ね、だから魔法タップは無理なんだけど、効果発動した場合、適用されるその効果の処理時に、相手の手札を1枚ピーピングし、1枚っていうか、ピーピングしてから1枚選んで捨てると。だから、相手のモンスター効果が、いろいろするんだけれども、そこに相手の手札を自分が見て、1枚捨てさせるっていう効果を付与する感じ、イメージ的には。これも結構強いんですよね。で、このカードが戦闘で破壊されて墓地を送られると、相手フィールドのカード1枚を、破壊するよという。まあ、フォートラップでもモンスターでもいいと。まあ、結構強い。やっぱ耐久、そういうのは破壊したら相手も破壊されるっていうことなんで、まあ、11効果になっているっていうことで、結構強いと。で、またこいつは墓地からも。特殊召喚できるんで、また出てきたりもできるんで、で、まあいろいろまあシナジーがあるカードはたくさんあるんですけども、リボーンとかね、これでまあアンティークティアリアクターをまあ無限に蘇生したりとか、あと土球部隊、これ新しく追加されたカードで、フィールドのモンスター1体をリリースするとカードを1枚破壊するよっていうことを持ってるんですけど、これを例えばワイバーンとかリサイクラーとかこの辺のモンスターってこう邪魔なんで、結構邪魔なんですよ。どけみたいな、そこどかないと、リボーンでリアクター蘇生できないとかもあるんですよ。だから一回自分でどかしながら相手のカードを除去して、でリボーンでリアクター蘇生とかできるんで、まあ、あとは一族の結集とかね、この辺の効果を使いたいんだったら、リサイクラーに土球部隊チェーンで、一族の結集で自分だけなんか展開しながら相手は破壊とかいうことができたりとか、結構いろんな動きができるんで、割と楽しいデッキになったなと思いますね。まあバック除去ギミックがちょっとないんですけど、そこが課題かな。バック除去がないっていうのと、まあ、そのこっちは無限に展開していくデッキなんですけど、5つの結集がマジで強いんですけど、結集とかこの深すぎたら引けないとちょっと若干弱いね、まあ、そんな課題はありますが、まあ使ってみてください。めちゃくちゃ楽しいです一応、やっぱねこういうねギミック優勢のデッキ好きなんでね、はい、ということで機械族のねパワー見せていきましょう。力 is power デュエル、スタンバイ。ふん、勇気。さあ、行くね。ゴーズありますか？ねえよ。ゴーズはねえよ。ゴーズはねえよ。ゴーズは持ってないですね。さあ、モンスターセット。モンスターセット。これはハンドは強そうやぞ。これはハンドは劇的に強そうや。
あー強そう、これは劇的に強そうで、セット、これ早稲田にセットしてから、セットしてからのワイバーン、ワイバーン召喚し、ワイバーンの効果発動、アンティークギア、リアクタードラゴンをペルタに加え、そしてマシンナーズフォートレスを特殊召喚していくぜ。いけ、しゃバトルだ。おー、ドラーっと融合人生、これスキルなんだ、僕もか、僕もだな、オッケー、僕もは殴っていいだろ、あ、オッケー、ターンシールド、悪くないだろう、悪くないだろう、理想ムーブいきました、これが強いっす、これがガチで強いっす、この動きをしてっていうムーブが今できました。まあ、やっぱ2、3枚コンボやからね、2、3枚コンボやからちょっと若干難しいとこあるんだけど、決算は引かない、小津さえない、小津さえはないぜ、やったぜ、これは勝ったな、ああ、援軍、これはエバリーは結構やべえから、エバリーは結構やばいけど、あはは、はうんうんうん、いやでもエバリー程度であれば別にそんなにあれか、そんなに困ることないか、そんなに困ることないな、別にエバリー程度であれば全く困ることない、だってブラックローズやばいのか、ブラックローズガチでやばいね。ブラックローズガチでやばいから、いや、ガチでやばいこと起きるから、ブラックローズはさすがに、これはさすがに、ここか。さすがにね、さすがに、ブラックローズドラゴンとかいうマジでやべえカード入ってると、ほんと終わるんで、陣終わっていう。え？何体いるの？あ、でもキャバラルでいいか。キャバか、キャバね、これはさすがに戦士とキャバでしょ、キャバか、まあまあまあ、キャバやったらまあ人生、手札はない、手札はないと、手札はないのは結構強くて、ああなるほど、まあいいでしょう、でもらってどんだけ強い、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 まだいんの、やばい、ちょっとキャバラリーでもこいつは殴れない、こいつは殴れない、あ、ミレサク、ミレサク、え、ミレサク、え、こいつってさダメステも使えんの、この効果、こいつの効果って、装備したモンスターの同盟のモンスター攻撃率、その効果を無効化されるっていう、この丸三番の効果って、これって、いや、ダメステは無理なんじゃね、ダメステ無理なんじゃね、多分ダメステ無理でしょこれ、さすがに、え、ダメステ無理でしょ、ダメステ無理だと信じたい、信じたい未来を今こう乗ってっていう状態で、これは蘇生して、蘇生して、蘇生して、殴られてるのか、まあ、でもどっちにしてもこれは、バトルステップで打って、ワイバーン、いや、これさすがにスルーしかないな、これ今ここで使ってリアクター蘇生したら、リアクター殴られるパターンが一つ、リアクター殴られるパターンが一番きついよな、でも使わなかったら結局あいつずっと残るのか、いや、ここ使うしかないな、じゃあ使うしかないよ、ここ使うしかないよ、で、
まあリアクタードラゴン守備出すしかないね。こうしかないね。まあでもこれ殴られるよ多分。普通にリアクターを、リアクター殴ってくれるパターンね。どっちにしちゃって結構まあそれで殴られるよ、ね。まあ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 、まあ、で俺が何をすればいいかっていうと、俺が何をすればいいかっていうと、あーこれ来たのはでかいぞ。ただルミナスをほっとくと、ルミナスほっとくと結局7シンクロされる。魔導騎士ブレイカーほっとくと打点で超えられない。でこいつは墓地のモンスターの方が止めてくる。もうバトルするしかないか。一番やめえのこいつなんだよな多分。こうなんだよ多分。これは多分これしかない。これしか手段はないと思う俺には。残された手段はいけるいけるいける、頑張れ俺。時間がない、ここオフだ。ここはオフするしかない。もうなんか頑張れ俺頑張れ俺。でこれ破壊は手を出せるしかないでしょ。無効にしてく。でオンにしてターン終了で、で深すぎた墓穴。なでこうだ。でこうだ。いやー魂、魂してる。これ相当魂してる俺。相当魂これ相当魂してるよ俺今。相当魂、これ相当魂してんだ俺魂すぎんだろ。これ相当魂じゃない、これダメージで使えないからこれ多分。だから頑張るしかない。きた。でドロー、ドローフェイズ、深すぎた墓穴、キャバルリー、特殊召喚でフォートレスは、使っちゃダメだ。これで殴って勝ちだ。いけおら魂だったら今相当魂じゃないこれ。これは魂、これ今相当魂したろ。あっぷり遊戯王は神ゲーです。42秒見てもらうまであるけどね、みんなに見てもらうまである。あーなるほど、これはフォートレス来すぎだろお前。どうなってんだよ。あーどうしよう、難しいな。いやでもね、これはね、これは多分ね、フォートレス、ワイバーンフォートレスかな。ここワイバーンフォートレスか。ワイバーンフォートレスだな。こうだ。ちょ難しいけどね、今のここの部分って結構難しくて、割とそのこいつを軸にしてあのあれ持ってくるっていう、あのリボーンを持ってきて、で無限蘇生みたいなことも一応できるんで、こうするとさ、でもさやっぱカードの枚数減ってないじゃん、手札からの。これは大丈夫、モンスター効果無効にして殴れるこいつがいるから多分ギリギリ。魂は編集しよう、さっきの人が魂やった。さあカードを1枚セット。いいだろう、悪くないだろう。お前また来んのか、お前、お前はお前さ、ふざけんなよ。ワイバーン、ワイバーンで殴り返せないやんけ。2000はまあ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 悪くないだろ、サイレントマジシャン。悪くないか、クインテッドマジシャンとかいうクソキモいモンスターマジでどうにかして
本当にあのモンスターあおかしいもん性能なんでさ1枚でさ魔法カードから出てきてさ破壊できないとかいうなんか意味わかんない立てついてんだよおかしいだろあのモンスターさっきんねよやめろやめろ俺のワイバーンがくそ俺のワイバーンがワイのワイバーン来たまたワイのワイバーンが来たぞ俺はもうゴリ落としかないじゃんワイバーン召喚だワイバーン召喚でいけワイバーンの効果発動アンティキがリボンを手段に加えるぜまあ伏せることはできないこのターンはワイバーン召喚軍で伏せることはできないただもうゴリ押せこんなモンスター知らんいけバトルだおっとれゴリ寄せゴリ寄せいけ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 スタンパーシャンの効果発動いいだろう悪くないだろういけおらおどらおらゴリ寄しターン終了フォートレスゴリ寄し来たフォートレスゴリ寄してきたいけ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 ちょっとマジでクインテッドやめろクインテッドしたら俺ブロックするかなクインテッドしたらブロックするぞクインテッドマジシャンはブロックだよし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 いけるぞいけるいけるよし来た最強カードだいけ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 バトルだそれブラフやろおいバンダラクソやろおっしゃおらほらフォートレスゴリ押し強え対戦ありがとうございましたレジェンド大マーチで意味がかなり多いんだよねさあ公開収録中でございます皆さんあこれちょっと若干弱いなあれおかしいぞ若干の 弱さを見せつけてきたぞこれ大丈夫かカードを打ちましょうレッドアイズインサイト OK レッドアイズインサイトフフフフ結構レッドアイズはあれだねスラッシュドラゴンに装備つけられるとちょっとめんどくさいかもしれないねもしかしたらフォートレスの効果が結構対象取っちゃう効果なんでこのフィールドのカードを1枚対象として破壊するっていう効果なんでこれがちょっと若干めんどくさいが私の的には最近のデスペラードリボルバドラゴンっていうのがいるからそれをワンチャン出せたらいけるガーディアンの力ありますあーブラックメタルが持っちゃってるなるほどなるほどどうあーなるほどそうだなぁこれ難しいねスカプラスカプリサイトは召喚かで召喚して効果発動して一回これデスペラード送っといて一族の結集かけた方がいいんじゃないかなこれデスペラ送りしてで次殴られて難しいなアンティギアで耐久していってもいい無限耐久でもいいアンティギアデスペラード落としといて蘇生遺族の決心にかけるのでもいいまあでもさすがにアンティギアリアクタードラゴンかさっきこっちかさっきこっちやなでフォートレスはちょっとまだ出さないでいいやこうだね、配信中に間に合いましたお、うん、さあレッドアイズインサイト2枚か2枚はちょっとつらいがマジでデスペラードゲーだぞこれは一族の結集来いマジで一族の結集ゲー一族の結集頼む結集よ来い俺のハンドに舞い込め一族の結集バトルいいだろういいだろうその3400、3600か甘んじて受けよう受けるだろう受けるだろうターン終了アンティキアリボーンの効果発動アンティキアリボーンの効果によってアンティキアギャルタドラゴンを特殊召喚さっドロよし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 よ分からせるカードを1枚セットそして
クラップリサイクラーを攻撃表示で召喚。スクラップリサイクラーの効果発動。スクラップリサイクラーの効果によってデッキより機械族モンスター一体を墓地に送ることができるぜ。そしてフォートレス出す必要はねえな。ターン終了だ。あとは俺の魂のコインを。いいだろう。ヘッドアイズリターンオブレッドアイズの効果どうしろ。いいだろう。エビデーモンな。はいはいはい。でこいつは攻撃力が自身より相手の守備力がなんかこいつよりも低いモンスターをなんかいじめるやつだ。いいだろう。来い。エビデーモンの効果いいだろう。ただしアンティークギアリアクタードラゴンは守備力が高いためお前の効果では破壊されないぜ。さあ来い。いやバトル何バトルフェイズはちょっと辛いぞ。これやばい。コイン2枚ゲーだ。持続の結集の効果発動。アンティークギアリアクタードラゴンを選択し俺はデスペラードリボルバードラゴンを特殊召喚。そしてリボルバードラゴンの効果発動。うおーっダッ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 ギョエー